ルイーザ・クリスティン・リップマンはドイツのバレーボール選手、ドイツ代表。表記の揺れでルイザ・リップマンと記されることがある。ノルト・ベスト・ファーレン州、ヘルフォルト出身。リップマンは出身地にある TG ・ハーフォードのユースチームに入団した。2010年に USC ・ミュンスターに入団し、ブンデスリーが2部の北部ブリーグでプレーした。2012年から ミューンスターの一部チームに昇格した。同年、ドイツジュニア代表に選出され、ヨーロッパジュニア選手権で5位入賞を果たした。2013年には、シニア代表に選出されたが、肩の故障により、代表デビューは果たせなかった。2014年5月のモントルーバレーマスターズ、対アメリカ戦において、途中出場し、ブロック1得点を挙げて代表デビューを果たした。同年、 リーグチャンピオンチームであるドレスナー SC へ移籍した。2016年から代表チームのオポジットを任せられている。2018年に日本で開催された世界選手権ではチームトップの得点を記録した。2016、17シーズンから2年間シュベリーン SC でプレーした後、2018、19シーズンはイタリアセリエ A のアズラバレーサンコスシアーノでプレーした。 2020年、オランダで開催された東京五輪バレーボール、欧州大陸予選で、ベストオポジット賞を受賞した。ありがとうございます。